はい、まあ、あの伊藤マーティさんは本当にですね、さまざまなキャラクターを生み出していらっしゃいまして、2009年の札幌焼き祭りのですね、オフィシャルポスターのですね、実はあのキャラクターを作った方でもいらっしゃるんですけれども、まあ、こういった、立体物っていうのは結構作ってらっしゃるんですか？早速チェックしていらっしゃるのが高島由紀直さん。こんにちは。はい、こんにちは。高島由紀直さんも独特のですね、キャラクターの開発をされていらっしゃるということで、はい、ちょっと近くに行ってですね、実際に、このペンの運び方とか、本当にポスターを使ってるのかとか、実はできてる作品に書いてるんじゃないかとかね、そういうところでご覧になってみてください。本当に真っ白です。で、このポスター、本当にロフトの文具コーナーの方でも販売してます。どこにでも販売されているロフト、ポスターですね。色塗ってる。はい。なので、皆さん持ってる、携帯の方に付いてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですが、その羊の羊くんをデザインしたクリエイターの、吉井博さんですとか、あと、ナックルベアをデザインした、クリエイター、トーマさん、そして、豆腐親子、皆さん知ってる方多いんじゃないかと思いますけれどもね、豆腐親子をデザインした、デビューの、特別価格となっておりますので、手に取ってご覧いただいて、あなたのお家にもローラをですね、連れて帰っていただければなと思うんですけれども、まあ、毛を描いてます、今。あ、毛を描いてるんですか。はい、毛を描いてるってなんか響きてる。なんかちょっとね、すごい、こうね、今、並んでる作品とか見ると、可愛らしい作品ができてくるんだろうと思ったんですが、毛むくじを作っていただいた作品に関しては、もし、お気に召していただいて、ご購入されたいという方は、今日もうその時点でもうお持ち帰りいただけますので、ちょっとカスタマーと先取りみたいな気分で、ね、どんどん世界に入っていくみたいなんですね。じゃあ今回こちらのですね、リトルローラーカスタムアートショーにはですね、ところがあって、いや本当にいい粉末作ってくれてよかったわみたいな。なんです。面白いですね、これだからね、気軽に本当できると思うんですよ。はい。例えばこれに本なってるんですか？いろいろとね、せっかくアーティストさん来てますので、皆さん、もし、オフィシャルブックとか持ってらっしゃったりとかしましたらね、先週購入したんだよってことでも構いません。出していただいて、どんどんね、このようにね、サインいただいたりとかして、このカスタムアートショー、リトルローラーカスタムアートショーをね、楽しんでいただければなと思います。お、今、手作りなんですよね、ヨーヨーさんのね、落とさないでくださいね。ですね、クリスマスのツリーとかにちょっと食べるのも可愛いですね。楽しみっていうのはね、あるんじゃないかなと思います。さあ、そしてマーティーさんなんですが、白のポスターを出しまして、なんとこれは写真のローラにカスタムをしています。これ今私が次何聞くか分かってますよね。はい、この作品の名前は何にしましょうか。何にしましょうかね。はい、雑草されましたので、こちらもですね、もし、欲しいなという方いらっしゃいましたら、スタッフまで声かけてください。この雑草作品はお持ち帰りいただくことができます。これちょっとおいくらで販売するんですかね。5250円ですね。こちらのですね、フレームされた作品は5250円で販売してます。